アロハタンタンです。本日は久しぶりに入ってまいりました、ハワイ三大メーカーの一つコアロハさんのスタンダードモデルですね。スタンダードなテナーサイズ KTM00 というモデルが入ってまいりました。細かいながらもカーリーがしっかり入っております。現在店頭にあるのはロイヤルピカケといってサテン仕上げのものが多いので、久しぶりにスタンダードモデルが入ってまいりました。今回は管理番号1番と管理番号2番2本入ってまいりましたので、両方とも引き比べてみたいと思います。まずは管理番号1番の方です。らしい鳴りの良さ、ボリューム感ですね。あとはコアロハのテナーは初めからロー G が貼られているので、その低音感もしっかりとお楽しみいただけます。今のが管理番号1番、そして管理番号2番です。2番の個体の方が木目に若干特徴がありますね。こちらが管理番号2番の個体です。2番の個体はセンターに濃いめの線が見えます。これも光の加減で濃さが反転しますが、こちらもカーリーがしっかり入ってますね。1番と2番同じようなカーリーの出方な気がします。2番の方が明るいハキハキしたサウンドな気がします。久しぶりに入ってきましたハワイメイドのスタンダードモデルですね。コアロハさんの KTM というモデル、今弾いたのが管理番号2番。
今回は1番と2番の2本をご紹介いたしました。このスタンダードモデルを待っていた、探していたという方は、ぜひお早めにお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。それでは、タンタンでした。アフイホー。